カリム・カジム・カヌリマ・シモフは、カザフスタンの政治家、カザフスタン首相、カザフスタン国家保安委員会議長、労働省課長、中ウールムチカザフ通商代表部専門官、アクセプト社副社長、中香港カザフ貿易会館館長、アルマトイ貿易金融銀行理事長、運輸、交通省、副首相を歴任。2003年6月から、大統領補佐官、 2005年2月から大統領議典局長、対外政策センター長、社会経済分析課長、システム研究センター長を歴任。2006年1月から4月、第1副首相。同年4月から10月、副首相兼経済予算計画省。同年10月から2007年1月、副首相。2007年1月10日、首相就任。 2012年9月24日、首相を辞任し、大統領顧問に就任。2012年9月から2013年1月、大統領府長官。同年1月から2014年4月、大統領府長官兼国務長官代行。2014年4月2日、セリクアフメトフ首相の辞任に伴い首相再任。2016年9月8日、首相を解任され、 秘密警察のトップである国家保安委員会議長に就任。ウィックル人。親中派として知られ、北京語源大学と武漢大学に留学経験がある。パトリスルムンバ名称民族友好大学を卒業。法学者、経済学者。英語と中国語を話す。既婚者。三次を有する。FT、ウズベクなど中央アジアの指導体制。大変動機に。 日本経済新聞。2016年9月9日閲覧。wikilix カザックプライムミニスター S アニメーテッドナイトクラブダンス。テレグラフ。2016年1月9日閲覧。カザック PM ディフェンズグローイングリンクスウィズチャイナ、ファイナンシャルタイムズ、2019年5月2日閲覧。高価格、広尻里斗西直人、人民網、 2019年5月2日閲覧、ありがとうございます。